全く見たことのないようなバイクがあって、まあ、中身の構造なんてなおさら見たことがないんで、まあ、その構造を知るっていうのがちょっと今面白いですね。元から車だったり、まあ、バイクもそうなんですけど、まあ、乗り物が大好きすぎていろいろと探した結果、まあ、新潟にある、まあ、新潟国際自動車大学校の、まあ、コースの中の一つで、なんかモータースポーツ科っていうコースがあるんですけど、まあ、そこの学科にちょっと惹かれてここ行くって言って新潟飛んできました。提携してるサーキットがありまして、スピードパーク新潟さんっていうところなんですけども、まあ、そこのサーキットを学生は走り放題っていうところに惹かれましたね。まずレース実習っていうレースがありまして、でそこのカートレース、まあ、僕もドライバーで出させてもらってるんですけども、まあ、勝負なんでやっぱ全力出し切って、学生以外の人たちとも一緒に走るんで、やっぱこの人はどういう走り方するんだろうとかもそうですし、なんかいろんな人がいていろんな走り方があって、とにかくいろんなことを学べてすごい楽しかったですね。まあ、先生方皆さん、まあ熱い方がいたり、まあ面白い方がいたりと、まあ個性豊かな先生がたくさんいるんですけども、やっぱりまあ授業ともなれば皆さん熱心に教えてくれるんで、学校にいて暇なことはまずなかったですね。まあ授業も、まあ整備も面白いですし、学科の授業でもやっぱりいろんなことを聞けて、先生の話とかも全部めっちゃ面白くて、もう全部が全部好きでしたね、僕は。まあやっぱり休みの日とか、まあ休日とか、あのここで整備学ばしてもらって、まあ、バイクはいじるスキルはあると思ってるんで、自分で、まあ、レース用のバイク買って、まあ、サーキット走るだの、良ければもうレースも出させてもらったりとか、ちょっと考えてます。